皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もスーパーマリオメーカー2で遊んできます。さあ、ストーリーモード行きましょう。いやー、この前はワンちゃんのお願いですね。ようやく全部終わりましたお、完成しましたと。さあ、どこですか？東館でしたっけ？あ、西館だった。さあ、大成功。さあ、何が作れるんでしょうか？おー、東館作れますね。東館行けますか？え？あ、そういうこと？色が違うからあれかと思ったら、コインが普通に足りてなかった。あ、作れる方があれなんですね。黄色くなってたんですね。さあ、では今日のお願いは、どうしますかね。作っておきたいですけど、いや、でもやっぱり土台というかですよね。大きい方作りたいですよね。わあ、たくさんありますよね。今回は21のお願い。スネークブロックで空の旅。スネークブロックの教習所を作ってみたの。ここで練習してみるというと。なんでしょうね、スネークブロックって。なるくん、あれですよ、スーパーファミコン時代までしか遊んでなかったので、マリオさん。それ以降出てきてるものがわかんないですよね。あ、これ。あ、なるほど。スネークブロックって言うんですか。スネオさんってことです。スネオ。ああ、ちょっと。そろそろ曲がるだろうって予測してたら、曲がんなかった。うわーって言いながら落ちましたよ。そんなーみたいな。予想が外れるとゲームオーバー。お、魚さんが大乱闘スマッシュブラザーズさんで遊んでる。まあ、こんな時は大丈夫なんですけどね。焦んなくても。まあ、いいですよね。このマリオブラザーズさんの世界観。お、しゃがむ、あ、しゃがんで、あ、しゃがみましたっけ？この絶対高さ変わんないでしょ背の高さ、しゃがんでも。あれなんですかね。短足じゃん。ドラえもんちゃんみたいな感じですかね。足の長さがゴニョゴニョっていう。まあ、ドラえもんちゃんあれでしょ ?128、何でしたっけ全部同じ数字なんでしょ身長と、体重と。あ、そういうこと。キノコが出るかなと思った。おお、びっくりした。危ない危ない危ない。あの銃欲しい。お、早いですね、今回。あれですかね、お休みの。おう、あ、あ、ちょっとびっくりしたびっくりした。消えるんですか？さあ、ゴールと。ありがとうございます。マリオメーカーさんですからね、朝8時にお出ししてるから、学校行くときにちょうど見ていただけますかね。3分ぐらいでしたら、3分ぐらい。さあ、ということで、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったら、なるほど点のチャンネルの再生リストから、たくさん動画ですね、ご覧くださいませ。コメントと高評価もお待ちしております。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。